今夜も始まりました夢を語っていいですか。今日もナビゲーターを務めさせていただきます、体と心を温めるあったかいプロジェクトの村岡俊恵と申します。さて、毎回素敵なゲストの方々をお招きして夢を語っていただくこの番組、今日は3人のとっても素敵な男性の方々をお招きしています。ご紹介します。 Gリング代表でいらっしゃいます牛田貴文さん、よろしくお願いします。はい、先ほど海から帰ってきた牛田です。よろしくお願いします。あ、海から陸揚げされてた。はい、陸揚げされてた。シラスみたいな。はい、わかめがちょっとちょっとついてるみたいな。はい、昆布もついてる。昆布もついてる。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてお隣にいらっしゃるこわもてのイケメンが青山義弘さん。はい、はいはい、よろしくお願いいたします。青山さんは陸揚げされてきたんですか。そうですね、先ほど同じくです。あ、はい、そうですか、わかりました。ちょっとサイズが大きいんで漁師の人が困ってました。困って、そうですね、まあ、でもよかった、ご無事で。ちょっとアルコールも入ってます。あ、そうですね。え、まだ抜けてらっしゃる。4時半まで。あ、ちょっといい感じで、まあ、はい、わかりました。そしてこちらのメキシコ人のような方が、こちらメキシコから今日いらっしゃった。あ、もちろん、もうテキーラとサボテン持ってメキシコから来ました林です。はい、はい、まだ紹介してない。あ、どうもすみません、先も知りました。いいです、林和弘さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、この素敵な3人の男性の方々、 Gリングという会社を設立されて、この3人の方々で今も運営されていらっしゃるということなんですね。はいはい、で、あの、じゃあ今日はですね、この Gリングってどういう会社なのかなっていうね、皆さん質問などもあると思いますので、しっかり聞いていただきたいと思います。そしてですね、実はあのいつも本当にね、こちらの3人は熱い志をお持ちで、そして楽しくてね、仲が良くて、本当にこういつも楽しそうにお仕事されてるんですけれども、今日はなんとなく緊張されてる様子が漂ってきてるんですね。はい、特にこちらのメキシコ全然いつもと違うんです。はい、なので、あの、どうかの番組をご覧の皆様、どうぞツイッターなどでね、あの、ぜひ参加していただいて、あの、皆さんをちょっとね、力づけていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。どんどんツイートの方参加お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速 Gリングについてまずはね、ちょっと伺ってまいりたいと思います。で、先ほどもね、 Gリングって会社なんですということでご紹介させていただいたんですけれども、その Gリングっていうこの名前の由来はどういったものなんですか。はい、はい、牛田さん。はい、牛田です。はい、ですね、昨日あの朝までコースでですね、あのこちらのメキシコ人の方が持ってきたテキーラをですね、あの、毎週火曜日に僕たちは週一店長という風で渋谷でバーをやってるんですけど、はい、その後遺症でちょっと今日は堅苦しくなってますが、あ、むしろそれで堅くなっちゃってる。そうです、そうです。ちょっとなんか変なの入れたんじゃないですかね、この怪しい。あ、なるほど。はい、はい、なるほど。で、ちょっとやわやわにね、やわやわに、じゃあやわやわに、あの、グロ、あ、Gリングの、はい、あの、由来を言いますと、はい、Gリングの G っていうのはグロースっていう意味で、はい、あの、成長っていう意味でして、はい、で、リングっていうのは和ですよね。はい、うん、あの、怖いやつじゃないですよ。え、はい、あの、そういう貞子です。はい、グロースリングっていうので、ね、はい、Gリングなんですが、はい、まあ、後付けなんですけど、はい、和訳すると年輪っていう意味になりまして、あ、なるほど。で、まあ、同じ21世紀、はい、この2012年を生きてるみんなで、はい、一緒に年輪を刻んでこうよっていう、うん、ふうに、まあ、いろいろストーリーが今、ね、僕らの中で組み立てて活動してるわけなんですけども、はい、残念ながら、あの、 Gリングって検索すると一番最初に出てくるのが、はい、あの、大人のおもちゃでして、今日の、あの、皆さん、あの、視聴されてる方、はい、次第では、あの、それを
超えたいな、超えてもらいたいなっていう。なるほど。なので皆さんご協力をお願いします。はい、皆さんどうぞ、じゃあジンリングでね検索していただいて、もうおもちゃを超えようってことね。そうです。ね、俺らが超えよう、もう熱い熱いじゃないですか。はい、僕らをおもちゃにして欲しいですね。なるほど、なるほど、なるほど、わかりました。はい、じゃあね、そんな残念な G リングの皆さんですけれども、はい、じゃあね、その G リング具体的にどういった活動をしている会社なのかっていうのが、あのプロモーションビデオでわかりやすくね、あのまとめて作られてます。ちょっとそれを一緒にね、ちょっとご覧いただきたいと思います。お、なんか映画みたいですね。意識して、意識して、はい、作りました。へえ。本当はあのここで曲が流れるはずなんですが、はい、あの準備不足というか、はい、あの著作権に引っかかるということで、ええ、まあ、平たく言うと使っちゃいけない曲を使っちゃったっていう、そうですそうなんですことですね。はい、なのでちょっとここは僕らの、ね、はい、小話をしようかなと。はい、じゃあ小話をぜひお願いします。そうですね、この映像は僕らのこの1年ちょっとぐらいの、活動してきたことの、はい、まあ、記録にもなっているので、うん、まあ、ストーリー立てて作ってはいるんですけども、はい、その会社の設立が2011年の11月11日。そうですね、はい、でその前からでも活動はされてるんですよね。はい、準備期間もあり、ね、うん、はい、その期間にあの皆さんが一体何を求めてるんだろうっていうのをずっとリサーチしてましたね。へー、なんかこういろんな問題定義が次から次へと、はい、不安を煽ってるようなフレーズがいっぱい出てきてますね。はい、でもあれですよね、本当にこう現代人が多かれ少なかれ抱えてる悩みだったりしますよね、不安だったりとか。うん、うん、お、吉田先生出てきましたね。はい、講師されてますね。本当はあのこの色なんですよ、僕の顔色は。あ、今日はちょっと海帰り、海帰りで、そう、実はですね、私も以前恋愛セミナーでちょっとお招きいただいて、ちょっとお話をねさせていただいたことがあるんです。はい、はい、この場では言えないような話ばかりでした。おいおい。うわ、すごい、最大500人パーティー、すごいですね。あ、で美容と健康も、はい、だからもう現代人が本当にこう興味のあることとか求めてることが網羅されてる感じですよね、こうやって見ると、うん、思い出、いや、こんなこともやっちゃったんですか。やっちゃいました、ね、いや、ステキング、キング出てきましたね、今キング出ちゃいました、久しぶりに。はい、へー、なんかあんなこといいな、できたらいいなみたいなことを形にしてる感じなのかな。それ、あおちゃんがドラえもんみたいってこと。あ、うまくつなげていただきました。あおちゃん、ちょっと太った。いや、変わってないです。変わってない。どうですか。あ、なんでもないです。はい、はい、すいません。いえいえ、え、あ、健康になったんですね。そうですね。え、はい、気太りするタイプでした。洋服のせい。そうですね。なるほど。着ぐるみだよね。着ぐるみではないですね。なるほど。海でも絶対脱がないしね。そうですね。あ、そうなんです。徹底し、日焼けした、脱げないですね。脱げない。あ、なるほど。じゃあね、ぜひ G リングでね、ちょっとこう綺麗になっていただいて。そうですね。はい。理念。理念。あ、先ほどね、ご説明していただきました。リンリン。はい、あー、でもそれはありますよね。なんかこう本当にこうリアルにね、やっぱり人と人とコミュニケーションをしていくっていうのがどうしても希薄になりつつある感じですよね。はい、うーん、でもすごいと思う。なんか本当にこう人と人とをね、こうつなげるっていうか、人が集まるコミュニティを作ることで、でそこでみんなで楽しい時間を共有して、で共に成長していく、楽しいだけじゃなくて成長していくっていう、そのコンセプトが素晴らしいですよね。うん、そうですね、学びと遊びの両輪で前に進んでいきたいなっていう、うん、なるほど、リングだけに、リングだけに、はい、うまい、
に一度は会える場所、なんかすごいですね。最後までなんか映画みたい、映画の予告編みたいですね。これはこだわって作りましたね。はい、はい、こちらのメキシコ人の方メキシコから。こう見えてもやるときやるんです。こう見えてもやるときやる、はい、日本語もあの結構できるんだよねそうですね、堪能ですね。私話せるよ中国人やはい、であのお分かりいただけましたでしょうか。で本当にこう楽しい場所、みんなが憧れるようなことを形にしていって、その中で遊びと学びを分けるのではなく、楽しい中に共に学んで成長していくっていう、だからこれってでもあれかな、やっぱり若い人ならではの発想って。若い人とかって私やだわなんか年輪を感じちゃうわね、なるほど。でもすごくいいと思います。なんか頑張っていただきたいなと思います。これあの誰でも参加できるんですか。あ、もちろんです。ビジターさんも全然 OK ですね、はい、じゃあ例えば今日ねこの番組を見た方で、あ、じゃあちょっとジーニング面白そうだから参加したいなと思ったら、どこにアクセスすればいいんですか。ホームページだったり、はい、最近はあの Facebook でいろいろ発信してますので。なるほどなるほど、はい、ぜひあのいいねを、いいねを、はい、押しといてください。いいねを押すとなんか特典があったり、いろいろあります。あのイベントごとが割引になったりとか、はい、優先できたりとか、あと、はい、まあ、バーを毎週火曜日にやってるので、そこのドリンクが半額に、あ、それはいいですね、なっちゃったりとか、はい、いろいろじゃあ特典があるので、皆さんぜひ、Gリングの Facebook ページ、はいはい、Facebook ページをいいねを押して、ポチッと押していただくと、さまざまな特典が、ね、ありますので、ぜひご参加いただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、で、あの Gリングね、じゃあそういう形で、本当にこう遊びと学びの両輪っていうことでね、本当に素晴らしいコンセプトでやられてる会社だと思うんですけれども、あのそもそもこの3人、で、まあ、立ち上げられたんですけど、はい、あれなんですか、もともと3人はずっと仲が良かったの。もともと遡ること10年ぐらいになるんですが、はい、あのまあ、僕たちはもともと愛知県とか岐阜県とかそっちの方の出身でして、はい、なるほど。で、まあ、僕は年長さんなんで、はい、あの後輩2人といろんなことをやっていこうっていう風で再会したんですよね、はい、うん、もう出会いはもう10年前だったりするんですけど、うん、こちらの林さんとはあの岐阜県の怪しい喫茶店であのヌートリアっていう変なあのネズミがいるんですけど、それが地を這うような怪しい喫茶店で出会ったりとか、はい、なるほど。なんかだんだんさっきまでの爽やかなイメージがおやおやみたいな、はい、で、まあ、再会して、再会して、はい、はい、で当時あのまあ青山さん、まあ青ちゃん、まあハヤピー青ちゃんなんですけど、ハヤピー青ちゃんですね、はい、はい、本当は日本人なんですよ。知ってます。今さら訂正されなくても分かってます。はい、はい、青ちゃんとももうね10年、そうですね、10年来の友達で、先輩って形で。あ、そっかそっか、先輩後輩、はい、なるほど。当時目が青かったよね。そうですね、目が青くてちょっと髪の毛が金色でスーパーサイヤ人みたいになってましたけど牛田さん、あ、こちらが青ちゃんだけに、はい、そうですね25キロ痩せてたもんね。そうですね。あ、そうなんですか。ちょっとスリムでしたね。まあ、じゃあだいぶね、いろんな意味で丸くなられて。そうですね、年輪を刻んで、年輪を刻んで、はい、ここにバームクーヘンが前ですね、なるほどなるほど、はい、年輪屋さんというバームクーヘン屋さんから何か届かないですかね、こうやって。美味しいですよね、年輪屋さんのバームクーヘンね、はい、はい、ということで、はい、まあ、昔からの仲間たちなんですが、はい、あの当時、もう本当20歳とか21、22とか、まあ、そのぐらいの年齢の時に、通信の仕事、メール広告がまあ流行りだした時期で、はい、でまあ、迷惑メールに潰されちゃったんですけど、はあ、当時そういったビジネスを一緒にやっていて、はい、あと一緒にフリーペーパーを作ったりとか、もう本当にそのビジネスの世界で、あのもう目がギラギラして、あのもう絶対に成功するぞみたいな、うん、そういったまあ20代前半を過ごし、はい、でまあ、あの水物というか、はい、うん、まあ、長くは続かずに、うん、あのまあ、うまくいかなくなり、うんうん、でまあ、20代後半はもう本当に
まあ、ジェットコースターみたいな感じで、はい、うん、まあ、いい時期もあれば本当ダメな時期もあってっていう風で、うんうん、で僕の場合20代後半からはまあ、しばらくちょっと僕怪我をしちゃった時期があって、でその時にやることがなくて、はい、人前にもうあんま出れないなって思って、うんうん、でポカーンとしてた時に今まではもうこういうね若い男の子たちと絡んでいろんなことやってたんですけども、うんうん、もう本当に僕よりも何十歳も上のような、マダムの集まりにある時行ったんですよね、はい、でそこでやってたことがオーガニックの食材を使ったパーティーっていう風で、うんうん、まあ、みんなそれぞれもう添加物だらけの人生を歩んでたんで、うんうん、もう毎日外食、うんうん、外食することがかっこいいし、あ、なるほど、夜型生活をしてることがかっこいいしっていう、うんうんうん、そういうちょっとずれた生活をずっとしてた、うん、そのもうほんと180度どころか、うん、ぐるっと回って540度計算合ってる合ってますぐらいな感じで、はい、もう変わっちゃって、うんうん、で、まあ、しばらく食改善とかをしてたら、うん、まあ、僕も結構ぷっくらしちゃってたんですけど、また顔も元に戻ったりとか、うんうん、顔つきもすごく、うん、穏やかになったりとか、もう本当に自分自身が大きく変わって、うんうん、でオーガニックパーティーっていうのを東京のタワーマンションとか、はい、そういうホテルのスイートルームとか、うん、そういったところで、まあ、ずっとやってたんですね。その時はもう2人とはちょっと離れちゃってたんですけど、まあ、僕はもう一人でちょっとやるんだみたいな、はい、で、まあ、マダムたちがいっぱいいる中に僕がポツンといるっていう、うんうんうん、で、まあ、そういった20代後半を過ごし、はい、で、まあ、やっぱり人生ってすごくバランスが大事なんだなってことに今は気づいてるんですけど、その、まあ、過去にその 若い感じでガンガン行こうぜみたいなのと、そのお姉様たちと一緒にオーガニックっていう、ちょうど今その真ん中ぐらいに、うん、いるのかなっていう風なんですが、フラットな感じですね。そうですね、うんうん、で今本当この同世代の仲間たちと、はい、まあ、さっきちょっとけなすようなことばけなすというかちょっとねいじるようなことばっかり言っちゃったんですけど、本当にいい仲間と再会できて、うんうん、まあみんなそれぞれキャラクターが別々で、うん、そのそれぞれの長所を出し合って、うんうん、今のこの G リングがあって、うんうん、でこれをもっと僕たちだけじゃなくていろんな人で広げていきたいなっていう、うんうん、ふうに思って、今日もちょっと宣伝しに来ました。あ、わかりました、はいはい、でも本当皆さんキャラクターが濃いですよね、本当にね、うん、だから本当にこう20代前半で、まあ、いわゆるジャンクな生活をね過ごしてて、でそこから本当にこう目の挫折を経験して、で本当にこう大事なものって何なのかなって見直すところに来て、して今フラットに本当に仲間を大切にみんなで成長していこうってすごくいい感じで人生来てますよね。ねえ青山さん。そうですね、今が一番ベストな、はい、精神状態ですね、はい、まあちょっとね酔っ払っちゃったけどみたいな。今まだちょっと酔っ払ってますが、でもいい精神状態、いい精神状態、じゃあ青山さんはどんな、はい、青山さんもすごくこうちょっとこう濃い感じなんですけど。そうですか、青山さんはどういったことをこう経験されてきて今ここにいる感じなんですか。僕もですね、はい、20代の前半、20歳になった時から、はい、今牛田さんが言った、通信、まあ、メール広告事業の方で、はい、まあ、お仕事で、まあ、ちょっと同世代の方よりは収入を取らさせてもらったとか、そういう経験もさせてもらったところで、21歳の時ですかね、自分でお店を出したいっていう目標があったので、はい、21歳の時に、メンズバーという形の、はい、まあ、バーをですね、はい、5年間へえ、ご自分で経営されて、まあ、すごいですね、まあ、自分もお店のカウンターに立ちながら、はいはい、接客をするっていう形で、はい、こういうことやった。そうですね、へ、シェイカーを振りながら、はい、ボトルごと飲みながら、まあ、やりながらね、踊りながらやってたんですけどあ、まあ、5年間その夜の生活をやっていたので、はい、うん、まあ、不節制ですし、うん、不健康、うん、やっぱりジャンクなわけですね。ジャンクですね、そうですね、はいはい、もうそれがかっこいいっていう、うんうんうん、でも朝7時8時9時まで飲むのが当たり前、はい、記憶なくなるのが当たり前っていうぐらいの生活を送ってたんですけど、はい、まあ、それで、まあ、20キロぐらい、先ほどちょっと、ね、お話にもあったんですけど20キロぐらいちょっと体重の方がだいぶ増えてしまいまして、はい、でふって気づいた時にですね、うん、このまま30代40代迎えるのはさすがに危ないなと思いまして、はい、でお店をちょっと畳むことをちょっと決意しまして、うん、でその後、まあ営業職の方、
まあ、しばらくやってたんですけど、はい、まあ、英会話の教材を売ったりとか、まあ、いろいろ全くこうガラッと変わりましたね。そうですね、うん、でちょっとそういった、まあ、普通というか、はい、その夜じゃないその生活の方で、やっていきたいなっていうところで、まあ、取り組んではいたんですけど、はい、まあ、僕もその出身が名古屋の方でずっと名古屋の方で、はい、生活してたんですけど、はい、まあ、名古屋の方に限界を感じたりというか、ちょっと小さく感じてしまったりというか退屈になってしまったっていうところもあって、もともとその東京に来たいというところで、まだ僕の場合だと上京してまだ2年っていう、そうなんです、この8月でもう丸2年っていう形なので、はい、まだまだその東京に染まってないぐらいの温度ではあるんですけど、はいはい、でも全然あの名古屋とかって結構方言あるんじゃない？そうですね、強いですね、全然出ないですよね。今ちょっとテレビ用なのでそうなんだ、はい、それ立て分けられるってすごいですね。そうですね、うん、じゃあ後でねちょっと名古屋弁講座を、はい、お願いしたいと思います、はい、で、まあ、2年はい、まあその来るきっかけとしては、何も当てもなくフラッと来たんですけど、うん、まあ、ちょうどその10年前の頃から知ってるその牛田さんと林さんと、うん、まあ、再会することになって、まあ、オーガニックを楽しく広めていくっていうそのまあキャッチコピーというかフレーズに、うん、あ素晴らしいなっていう、うん、まあ、共感を得て、はい、まあ、今までは不節制不健康がかっこいいっていうの、うん、まあ、もう真逆のね、うん、ところなので、うん、まあ、ちょっと今の自分を変えるにはかなりいい、うん、そのまあ、今まで何もオーガニックとか、うん、そういった美容健康とか関わったことなかったんですけど、はい、うんうん、今の自分を変えるにはまして東京に来て一からやるっていうところのスタートにとっては、まあ、素晴らしい定義かなと思って、うん、ちょっと関わらせてくださいっていうところで、はい、僕も今もう1年ですかね、うん、関わらせてもらってるんですけど、うん、とことん体に悪いことをやったから、はい、そのオーガニックっていうものにものすごく惹かれたっていうのも ね, ねあるのかもしれないですよね。本当にオーガニックの意味さえも僕知らなかったぐらいの、はいはいはい、レベルだったんですけど、はいはい、なるほど、知れば知るほど、ね、だって正直だって意外だもんね、なんかこの男性3人がオーガニックっていうとうへーみたいな、うん、またそのギャップが良かったりするんだけれども、うんうんうん、なるほど、そうだったんですね、はい、はじゃあこちらのメキシコ人の林さんもまたなんかちょっと濃そうなね、はい、あれですよね、なんか人生経験をお持ちな感じですけど、林さんはどんだけジャンクだったんですか？いや僕も同じこのお二方と同じように、はい、もうほんとジャンキーな生活をしていました。はい、はい、僕の場合は大学生の時に、はい、先ほどの通信のビジネスの方をやらさせていただきまして、はい、うんうん、それをまあ元手に、卒業したすぐ、新宿の歌舞伎町の方で、はい、ホストクラブを経営しました。え、経営してたの？はい、いきなりオーナーとしてやらさせていただきました。はい、また、はい、はい、その時はまだ歌舞伎町もにぎわってまして、まあ、本当、まあ、そこからまあ夜の世界に入っていきまして、うんうん、まあ、その中で、まあ、バーとかも経営していきながら、はい、まあ、夜の綺麗なお姉さんですよね、はいはい、くるっと巻いた、くるっと巻いた、はい、はい、やっぱ相手が女性なので、まあ、そういった方をまあ対象にまあずっと経営させていただいたんですけども、うん、まあ、そこで大体そうか、ね、5、6年やりまして、大体まあ3000人超えるぐらいのそういった女性たちとも話す機会になるわけですよ。あ、なるほど。で、まあ、そこで大体そこであるお話がありまして、はい、それが大体お金の話と、はい、恋人の話と、はい、まあ、美容の話っていうのがあったんですね、はい、あ、なるほどね、はいはい、やっぱり綺麗になればなるほど売り上げ上がっていく世界そうですよの方たちだったの で、そこでまあ僕は美容の世界に入っていきました。あ、なるほど、まあ、はい、まあ、お酒とかガンガン飲みながらやってたので、はい、まあ、美容と健康はイコールっていうのをそこでいろいろ知っていきながら、うんうん、まあ、そこでまあジャンキーな生活をしながらも、まあ、美容の道に入っていって、うん、僕はその美容整形の方の道に入っていったんですね、はい、もう目を浜崎あゆみに変えるとか、そうなんだ、はい、もう体をボンキュッボンキュッボンすの、はい、あらにやっちゃうとか、はい、まあ、そういった風に入っていって、はい、でそこで本当にその綺麗になることって素晴らしいことなんだなっていうのにまあ気がついたんですよね、うんうんうん、なんか綺麗になって
本当に彼氏ができましたとか、はい、人生そのものがね、はい、変わっていきますからね。すごく、はい、もうすごいなと思ってやっていったんですが、はい、ある時、はい、そのシミ抜きとかをまあやっていまして、はい、そこから2、3年経った時にまた綺麗になった肌がシミが出てきてしまったんですよ、はいはい、それ僕なんでかなっていうふうにすごく思った時に、うん、まあ、食生活がダメなんじゃないかと、うん、でそこでちょうどその時期に牛田さんがオーガニックのお仕事をされていまして、うん、でそこでまあ僕もその話を聞いて、うん、でそこからまた僕はオーガニックとかに興味を持っていて、でそのジャンキーな本当に、うん、もうボトルを一日に何十本も飲むような世界から、まあ飲んでなんぼの世界なので、そうですよね、そういう世界って飲んでなんぼですもんね。はい。うん、まあほら真逆の、はい、オーガニックという、はい、体の中から綺麗にしていきたいという思いで、うん、今はそういった美容と、はい、うん、まあ健康っていうものの今お仕事になっていってます。なるほど、まあ、だから美容をね、美容を仕事としてされてて、まあ、究極の結論ですよね、はい、やっぱりね、健康でなければ本当の綺麗は手に入らないっていう、ね、いくら切ったり貼ったり、ね、うん、しても、こう体の中が本当に綺麗じゃなければいけないっていう究極の結論、はい、おっしゃる通りです。皆さんなんかやっぱ共通してるのは、それぞれこうとことんね、まあ、20代前半の男の人ってみんなそうかもしれないけど、イケイケでね暴れて、でこう体に悪いこともいっぱい経験して、経験したからこそ本当にシンプルなものが一番大事っていうところに気がつくっていうかね、うん、まあ、そういったところで3人がまた意見が一致して共にやっていけるっていうのはすごいことですよね。じゃあもともとあれだ、 G リングっていうのはオーガニックをスタートとして始まった活動なわけですね。そうですね、その、うん、オーガニックの、パーティーをずっとやってまして、はい、うん、その中で人とすごくやっぱり触れ合う機会が多くて、うん、そうなってくるとどうしても悩み相談とか、はい、でみんなが一体何を求めてるんだろうっていう中で、先ほどの PV があったと思うんですけ ど、うん、まあ、ああいった内容がいろいろ組み立てられてきたっていう流れですね、うん、始まりはオーガニックなんですけど、うん、やっぱり僕らはその成功とか成長とか、うん、そういったところをに重きを置いていて、うん、で、まあ、9月からはプレオープンという形なんですが、はい、自分磨きスクールを立ち上げていくっていう形ですね、はい、へえ、自分磨きスクール、はい、例えばどういった内容の、ですね、月に3150円っていう自己投資で、はいはい、1日にしちゃえば100消費税5円105円、はい、1日105円で自分を変える可能性がある、はい、変えれる可能性がある環境を僕たちで提供していこうっていう、うん、でまあ基本僕らは裏方っていうか、うんうん、皆様にとっては本当に滑走路のように使ってもらいたいなと、はい、へー、うん、滑走路なんですが、その滑走路の力をつけていくために、うん、まあ、僕らも一緒に滑走路なんだけど一緒に飛んでこうみたいな、うんうん、感じの環境を作っていきたいなと、うんうん、どこまで行っても共に成長するっていうことがコンセプトなんですよね、はい、自分たちも成長して、で周りの仲間もみんなで成長していく、それには学びが必要だって、うんうん、楽しいだけじゃなくて一緒に学んでいくことが必要だ、それでスクールまで開いちゃうっていうのがすごいですよね。だって2011年でしょ、会社設立が、で今年が2012年でしょ、でもわずか1年でそういうふうにどん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 いわゆる拡大してってるわけですもんね。まずはみんなで気持ちが一つで、体にいいことがイコール健康になることなんだって、こう綺麗になることなんだっていうところで意見があって、オーガニックを始めて、で、まあ、心の安らぎもそうですよね、うん、やっぱりジャンクフードを食べてるとやっぱり気が荒くなったりとかするって言いますもんね、ね、そうやってまずはオーガニック、体に食事をとっていこうっていうところで始まって、でもそこでまたいろんな人が集まってくる中でみんなの願望を叶えたいっていうところから自分を磨いてこうスクールを作ろうって、もう本当にこう次から次へとこう形にしていくっていう、その行動力がすごいですよね。ありがとうございます、ね、うん、でその何スクールをね、じゃ具体的にどういったものなのかっていう、はい、こう紹介してくれるやっぱり PV がそうですね、あるそうなんですね、はい、はい、スクールで、さっきのオーガニックの話もそうなんですけども、はい、その時その時で僕たちがこれいいなと思ったようなことを
発信していく、伝えたいことを発信していけるような影響力のある人間にまず僕らがなっていって、うん、で成長することによって、うん、そのみんながそういう、うん、世の中にとっていいこと、社会貢献につながることを発信していけるような人たちを増やしていきたいなと思って、うん、このスクールは、来月からスタートしていきますし、うん、11月からもう本格スタートっていう風になってきます。なるほど。そのスクールもやっぱりこのさっき言った G リングのフェイスブックページに登録した人は参加できる。もちろんです、はい。いいですね。話がねちょっとそれちゃうかもしれないんだけど、今の子どもたちがね、やっぱり大人に憧れられない世の中だったりするじゃないですか。夢が持てないっていうかね、だからその子どもたちにとっても影響力のある大人に私たち一人一人がなっていけたら、きっと世の中って変わっていくのかなって、ちょっとそういうふうにも思いますね。はい、じゃあちょっとそのスクールのねちょっとプロモーションビデオを皆さんと一緒にご覧いただきたいと思います。はい、始まります。これなんかなんかの映画会社にちょっと似てましたね。これも音出てないですね。そうですね、はい、自分磨き、自分磨き、うん、まあいろいろこれサブリミナル効果が入って、ああなるほど、ますか、ますか、ますね、はい、まあ、1日100円の投資で成長していこうという、うん、これはじゃあさまざまな専門分野の講師の方々をお招きしたりとか。そうですね、僕たち自身もこの10年ぐらいの、まあ、20代を密度濃く生きて、うん、はい、で、まあ、他にもその日々の出会いの中で素敵な方との出会い、うん、まあ、村岡さんもそうですけども本当にたくさんの素敵な方たちとの出会いがあって、うん、でその人たち の, その歩んできた道のりとか そこで学んできたこととかを、うん、もう今ってそのシェアの時代、うん、一人で情報を持ってるとかそういうのじゃなくて、いい話だったらもうどんどん、うん、まあ、Facebook とかでもそうだと思うんですけど、そうですよね、どんどん発信していく時代だなと思ってますので、どんどん講師の人をスカウトしていきたいと思っております。あ、いいじゃないですか。またほら、なんていうの、3人ともそうなんだけど、すごく人が集まってくる人たちよね、なんか、うん、なんかちょっと今日怖もてたけどなんかすごくこう求心力があると思うのね、なんか G リングのメンバーって。だからいつも多くの人に囲まれてるってイメージなんですよ、私も旗から見ててね、うん、で本当にこう出会いがまたいい出会いを生んでね、で本当にこうどん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 いい人たちが集まって、でこう共に学んだり、またその中の人にまた講師をしてもらったりっていう感じで、みんなでこう共にね成長していくっていう。でこのスクールはとても楽しみですね。で9月からプレオープンで、まあ、11月から本格的にっていう感じで、はい、じゃあ皆さん G リングのスクールぜひぜひね、多くの方に参加していただきたいなと思いますので、でまたこういうスクなんていうの内容をやってもらいたいとかいう声もあっていいんでしょ。はい、どんどん、ね、こういうことを勉強したいんですとか、どん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 そういう意見をもらいながら、また G リング自体が拡大して年輪が増えていくみたいな、はい、みんなで作っていきたいです ね、いいですね。うーん、でもなんかこう G リングがそうやってねどん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 こう成長していって、みんながおじいさんとかおばあさんになってもみんなでまだまだ成長しようっていくつになっても言い合えてたらすごく素敵ですよね。こう今ねこのぐらいの年輪だけど、その頃にはこんなになっちゃってね、うん、太い年輪になって、でみんなが幸せになって、みんなが成長して成功して、そういったこうビジョンがなんか見えるような気がします。はい、そうですか。いやね、この、まあ、本当にこう徐々に徐々に最初はその体にいいことで綺麗になろう、元気になろうっていうところから集まったこの3人の G リングの皆さんなんですけれども、だんだんこう拡大をしていって、今は社会貢献の方もされていらっしゃる。やっぱりこう先ほど言ってた、自分たちが影響力のある人間になることで世の中に影響を与えられるようになりたいと、で本当にこう社会を変えていきたいというか、社会のお役に立っていただきたいと、まあ、そういったポリシーで
いらっしゃる、はい、すごいじゃないですか。ただのイケメンじゃないんですこの3人は、はい、ありがとうございます、はい、じゃあね、その社会貢献って具体的に今どういったことをされてらっしゃるんですか。はい、村岡さんと一緒に、はい、アズワンという、はい、団体を作ってまして、はい、でそこではあの、まあ、震災があってから、すぐに立ち上がり、まあ、僕らがやれることといったらその集客、うん、イベントをしたりとか、そこに、まあ、人に集まってもらったりとか、うん、まあ、忘れないっていう意味でずっと継続的な支援ができるように、イベントごととかをやってるんですけども、そこで東北のお酒を飲んだりとか、うん、東北のご飯を食べたりとか、一緒に酔っ払いましたよね、はいはい、酔っ払えば酔っ払うほどあの貢献につながるとか、はい、ね、そういったことを 今でも継続的にやっております、うん、はい、そしてさらに今度新しく考えてることがあるんですよね。はい、お願いします。はい、はい、私たちはですね、 G リングのスクールとして、はい、こういったものを発行しております。はい、はい、スクールに入っていただいた方に、G リーグメンバーとしてこのカードを発行しているのですけれども、はい、まあ、こちら、カード隠れちゃいました。あ、はいこちらです。はい、はい、テロップ、はい、こちらですね、はい、でこちらをですね持っていただきまして、私たちあのスクールで先ほど、まあ、代表が1日105円っていう、うん、まあ、そういう会費があるんですけれども、はい、そちらはですね一時的なお金ではなく、はい、本当にもう継続的にずっとそういったのをいただきまして、私たちが魅力ながら、はい、いろんなところに、はい、寄付というか募金ですよね、はい、を、まあ、ずっとこれから最後までやっていきたいなという活動であったりとか、うん、はい、そしてあの先ほど海帰りっていうことを言われたんですけれども、はい、今海の家をやっているんですね、はい、でまあ、そこでカレー屋さんってことなんですが、はい、まあ、のソーシャルアライアンスの、はい、桑原正盛氏という、はい、誰もが結構知ってるような方がいるんですが、はい、有名な方ですよね、はい、はい、まあ、僕らもすごい尊敬してるんですが、はいはい、まあ、その方があの飾りじゃないのよカレーはという、飾りじゃないのよカレーはというのが面白い名前のカレー屋さんを、はい、今年オープンしまして、はい、今はまあ本当に2号店、3号店と、あ、出ました写真、はい、はい、こちらなんですが、これは海の家の写真でして、はい、海は海でもどこに行けば、こちらは逗子海岸、逗子海岸、はい、湘南なんですが、はい、はい、まあ、こちら僕と、あおちゃんが映ってるんですけど、私これ本当に今本気で外国人の女の人かと思ってましたえ、はい、僕と右ですよ、あおちゃんですよ、うん、あ、可愛い笑顔で、あ、いいじゃないですか、美味しそう、はい、こちらの、はい、今王様のブランチでやったりとか、はい、何これ珍百景とか、まあ、いろんなところをメディアから、はい、今オファーが来てます、すごい、実際出てまして、はい、今結構大盛況をさせてもらってるわけなんですが、もともとこのコンセプトがあの、まあ、永続的に継続的に支援していきたいという、まあ、震災の話につながっていくんですが、はい、被災地の方たちの、働く場所を全国で作っていきたいという、はいはい、もちろんフランチャイズとか、まあ、そういった全国にこの飾りじゃないのカレーはという店舗を置きまして、まあ、そういった方たちを、まあ、優先的にといいますか、まあ、そういった働き口をどんどん作っていきたいという思いから、まあ、作られたのがこのカレー屋さんなんですね。なるほど、雇用を生み出していくっていう、はい、そうです、はい、あのお金は 1回で終わってしまうんですが、はい、まあ、ずっとそういった、まあ、スキルであったりとか、うん、場所っていうのをまあ提供していきたいと、まあ、そういった気持ちに今も、はい、私たちもぜひということで、あのパートナーとして今お手伝いさせていただいてます、はいはい、それはぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、はい、何ですかこれ。こちらはバーの写真ですこれ全然社会貢献っぽくないですね、はい、これは、あ、これがさっきおっしゃってたあの毎週火曜日、そうですね、昨日の写真ですね、あ、なるほど、ちょっとこう焼けた感じで、はい、焼けてるのとお酒で、あ、なるほど、赤くなっちゃってるのと、これが、あ、ね、火曜日、渋谷、渋谷です、はい、渋谷のなんてお店ですか。ラシンっていうお店ですね。ラシン、はい、ラシンっていうバーに行けば、そのGリングのフェイスブックページをポチってやってから行くと半額、半額ですね。皆さんぜひ押してから行ってください。半額ですので、火曜日時間は何時から何時ですか。18時から6時から、はい、皆さんの気が済むまで、気が済むまで、はあ、お付き合いします。お付き合いします、はい、なるほど、昔取った金塚で、そうです、わかりました。じゃあ皆さんね、電車がなくなっちゃったら、うん、ラシンへね、朝まで付き合ってくれるそうですのでね、はい、そうですか。じゃあ活動について青山さんから何か言い残したことは、
まあ、あのバーもそうなんですけど、はい、僕らはそのイベントパーティーだったりとか、はい、まあ、他にも芸能っていう事業もやってたりとか、はい、幅広く本当に、増えてきてはいるんですけど、最初はね、オーガニックの楽しく広めていくっていうところからスタートで、まあ、後付けでその、まあ、出会いがないっていう声がすごいあったりとかで、じゃあ出会いの場を提供しようということで、はい、今では週に1回、週末ですね、200人から500人までの規模で、まあ、出会いのパーティーっていうのを週1でやらさせてもらったりとか、うん、まあ、レストランとかクラブとか、まあ、アウトドアでいうとバーベキューとかも、はい、もう本当に大人数でワイワイやるようなイベントパーティーっていうのも、まあ、本当に非日常的な、うん、まあ、本当に場所というか、でそこで僕らが出会いと出会いの架け橋をさせていただいてるっていう、うん、まあ、イベントパーティーの事業だったりとか、うん、まあ、今でもバーでも、まあ、後々は今週1回火曜日だけなんですけど、まあ、後々は自分たちのお店を出していこうかなっていうのも今計画中で、はいはい、あ、もうさらなる次の展開ももう考えてらっしゃる。そうですね、そうですね、はい、でやっぱりお酒飲む場所なので、うん、まあ、やっぱりその人の本質が見えるというか、ああ、僕らもちょっといろんなところが見えて、ちょっと怖いですね、はい、丸裸にさせてもらおうかなと。ああ、なるほど、まあ、やっぱりここでは話せない話が、はい、やっぱりバーではできますので。そうですよね。あら、じゃあぜひラシンエ、ラシンエ、この続きはラシンエみたいな感じで、バーもお待ちしてます、はい、ね、でも楽しそうですよね、はい、なんかね、うん、なんかこう飾らないで、飾りじゃないのよ、これはじゃないけど、そうですね、ね、はい、飾りじゃないのよ、Gリングは本音でね、うん、本音でぶつかり合って共に成長していこうぜっていうことでしょ、うん、すごくいいと思います。はい、なるほどね。本当にじゃあそういった形でどん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 社会に向けてね、活躍していっていただきたいなというふうに思います。はい、さて、今ね、復興支援の話をちょっとしていただいたんですけれども、ここで我がソーシャルツアー の復興支援の話をね、ちょっとここでお話しさせていただきたいと思います。はい、ソーシャルツアーは宮城県東松島 の復興支援を継続的にやらせていただいております。でついに今度の日曜日になりました。8月の25日、あ、土曜日ですね。8月の25日東松島夏祭りがいよいよ開催されます。でこの夏祭りでですね、東松島といいますとブルーインパルスがとても象徴的な存在なんですね。で今回ですね、このブルーインパルスのキャラクターを作ろうということで、現在も募集をさせていただいております。でこれね、じゃあブルーインパルスの何なんだろうというふうに皆さん思われるんですけれども、実はですね、これブルーインパルスのスーツを人が着るんです。でそのキャラクターを今募集してるんです、はい、私だからイメージとしてはブルーインパルスマンとかそういうのなのかなって勝手にちょっとね思っちゃったんですけど、でこれはね本当にこうでその募集を今していて、でそれの発表が東松島の夏祭りであるそうなので、まだ募集してるのかな、うん、なのでどんどん我こそはという方はこのねキャラクターをちょっとぜひ募集をねしてみていただきたいなというふうに思います。でまたね、じゃあちょっと私はちょっとキャラクターのデザインとかはできないけど何かできないかしらっていうふうな方はですね、それのスーツを作るための募金も合わせて募集させていただいております。で詳しくはブルーインパルスのホームページございますので、そちらの方をご覧いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。あ、今出ましたね、こちら、はい、これがブルーインパルスのホームページですので、こちらの方でどうぞ詳細の方をご覧いただきたいと思います。はい、そしてもう一つ、今銀座のみゆき通りのギャラリーで開催しております写真の力47プラス、これは東北の復興に向けて頑張っていらっしゃる皆様の姿を収めた写真展なんですね。でこちらの写真展がいよいよ9月から全国展開してまいります、うん、全国です。はい、北海道を皮切りにスタートするんですけれども、全国の百貨店で開催されるんですね。でこの本当にもう多くの方に見ていただきたいんです。もう本当にいい写真なんです。もちろんこう
なんていうのかな、あの被災された現実の姿もあります。だけれども、あのそれに伴って本当に今現在復興に向けて頑張っていらっしゃる方々の力強い姿、また笑顔、子どもたちの笑顔、そういったものがギュッと収められた写真展なんです。本当に多くの方に見ていただきたいなというふうに、あの私もあのみゆき通りのギャラリーで拝見させていただいて本当に力をもらいました。写真の力47プラス、北海道川切に9月から全国展開してまいります。全国の百貨店で開催されますので、あのどうぞお近くの方はご覧いただきたいなと。でこちらの方はソーシャルツアーのホームページでまた詳しいことをご紹介してまいりますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。さて45分ってあっという間でね、はい、もう終わりなんです。はい、それではですね、この番組、あの夢を語っていいですかっていうことで、じゃあ最後に G リングとしての今後の夢を語っていただきたいと思います。これはじゃあ代表の牛田さんからでよろしいですか、はい、じゃあ気合を入れてカメラ目線でお願いいたします。夢を語っていいですか、やりたいことをやりたいって思った時にやりたいだけやれるような、そんな自分になりたいなと思って、でまず自分がそうなることによって、その説得力が、そうなってる人が言うのかなってない人が言うのか、うん、あの全然説得力が違うなと。で、まあ、そう現実にできてる先輩たちからいろんな、学びをいただき、でそこからまたいろいろ発信していき、そんな大人たちが増えていけば本当に世の中が変わっていくなと思い、毎日、汗かいてベソかいてもう気合い入れて毎日動いてるんで、これからも G リングをよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。すごいな、なんかみんなのやりたいことを叶えたいからだから自分たちが叶えられる人間になるんだっていう、その責任感みたいなもの、そしてそのこの G リングの前にはそのすでにそれを現実にしている先輩の背中がある、そうやってこう意思を継いでいくっていうかね、うん、なんかすごくこう力強くていいなっていうふうに思います。もう本当に共にね成長してこの輪を大きく大きく広げていけたらいいな、そういうふうに思います。はい、じゃあね、もう本当にあっという間の45分間でしたけれども、今日は G リングの皆さんにね楽しくも素晴らしいお話をいろいろお伺いすることができました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、残念ながらお別れのお時間になりました。皆様どうぞまた来月このスタジオからお会いしたいと思います。それではありがとうございました。こっちさようなら。 TV どうだっけ。Was still the old